どうもアガポニです。今回はサーモンランの大物鮭、鉄板の特徴と倒し方についてです。それでは早速いきましょう。鉄板は他の大物鮭に比べて体のサイズが小さいです。特殊な車に乗っているんですが、その車自体も大きくはないので全体的に小型の敵になってます。ただその分機動力があるので、気づくと近くまで接近されているということはあるあるな相手になってます。鉄板が追跡対象とする相手は車が通れる経路において一番近くにいるプレイヤーになりますね。この追跡途中で別のプレイヤーが少しでも攻撃すると、2秒ほど止まった後に攻撃したプレイヤーにターゲットが移ることになります。このターゲットが移る特性を生かすと、狙われているプレイヤーから自分にターゲットを向け直すといったこともできるわけです。海岸の近くに出てくるね、タワーとか鉄器を倒しに向かってくれた別のプレイヤーを追うような鉄板を見つけたら、その鉄板のターゲットを自分に向けるような立ち回りをしてあげると戦況を有利にすることができるかと思うんですね。とはいえ逆に言うと、他の大物鮭を自分で相手にしている途中とかで自分をターゲットにしていない鉄板を攻撃してしまうと、鉄板は自分に向かってくることになるので危険な状態になります。なのでその状況に合わせた判断が必要になってきますね。で、鉄板の一つの特徴として段差においては降りることはできるものの登れないという特徴があります。なので高低差を生かすことができれば、段差なんかを使ってね、有利に立ち回ることができると思うので、この点は覚えておくといいかと思いますね。その上で鉄板の攻撃方法ですが、シンプルに体当たりです。こんな感じで接近されて接触するとダメージを負うことになりまして、連続して食らった場合はそのまま力尽きることになります。鉄板の防御力は高いです。前方と側面からの攻撃では倒すことができないので、後ろに回って本体を直接攻撃する必要があります。後ろに回ることさえできればね、剥き出しの本体に攻撃できるんですが、常にターゲットした相手の正面を向くという習性があるので、いきなりね後ろに回って攻撃するというのは難しい相手になってます。別のプレイヤーを狙っている時にね、背後から攻撃できれば楽なんですが、なかなかそううまい状況にはならないんですよね。そこでまずは正面でも側面でもいいので攻撃を当て続けます。するとこんな感じでダウン状態にすることができるので、この間に後ろに回って本体を攻撃して倒すというのが成功法になってます。冒頭でも説明した通り、機動力が高いことに加えて攻撃方法が追跡型の体当たりのみになってます。で、この特性をうまく利用するとコンテナの近くまで誘導してから倒すという方法が非常にやりやすい相手になってます。コンテナ近くまで寄せてから倒すことができれば、そのまま金いくらをすぐに納品できるので、余裕があるときはなるべく引きつけてから倒すことで金いくらをね、運搬してもらえるお得な敵みたいな見方もできる相手になってます。例えばですが、海岸近くで倒した場合、そこで出たいくらを3つコンテナまで3往復して納品するパターンと比べると、コンテナまで寄せてから倒した方が納品効率を上げることができるわけですね。ただこれはあくまで余裕があるときになります。乱戦状態とかでね、コンテナ付近まで誘導してしまうと、それをきっかけにして崩壊、全滅なんてこともありえるので、状況判断は必要になってくる方法になってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。